スピードレースはタイトが発売したアーケードゲーム。ジャンルはレースゲーム。タイトの生み出したテレビゲームとしては初のヒット作となった。初のテレビゲーム式、レースゲームと称されることもあるが、レースゲーム自体はすでに海外メーカーが何作か発表しており、正確には日本初である。その後もカラー化などのマイナーチェンジを繰り返しながら、 アーケードテレビゲーム例明期におけるレースゲームの代表格となったテーブル筐体版スピードレースコインを投入するとゲーム開始画面上部よりマイカー以外の自動車が走ってくるのでハンドルを左右に切ったりアクセルペダルを踏んで速度を変えたりして画面下部のマイカーが衝突しないようにする衝突すると速度がリセットされやり直しゲーム時間は90秒だが 早く走れば走るほど得点が加算され、一定の手数を取っていれば、ゲーム延長となるが、時間が早く減少する。時間やスコアは、テレビ画面内でなく、独立した機器に表示される。コースを走りながら、迫りつつ追い抜く、他の車に衝突しないよう、ハンドルと速度調整を使う、という内容のアーケードゲームは、模型、ハーフミラー、厳冬機などいろいろな技術を使った、 エレメカが数多く作られており、構成においては、ナムコの F1 などが知られている。当シリーズはこのうち、対等の子会社のパシフィック工業が1970年7月に作ったエレメカのヒット作、スーパーロード7を参考にしており、取得点数により時間延長があるなど、フィーチャーもスピードレースによく似ている。この時代のアーケードゲーム基盤はマイクロプロセッサを、 使用しておらず、論理 IC で組み上げられていた。スピードレースも、そのような作りである。ゲームデザイナーは、テレビゲーム例名機に、対等で活躍、スペースインベーダーの生みの親として知られる、西角友弘で、西角は、インベーダーより、スピードレースがお気に入りだと語っている。1974年11月リリース。時間延長の基準は400点から。 また当時対等と関係の深かったアメリカ合衆国のバリー・ミッドウェイ社にもホイールズのタイトルで1975年3月にライセンス生産された。1975年8月リリース。操作性とゲーム内容に以下の通り大きな追加が行われ、これらはその後のシリーズにも継承されている。こちらもミッドウェイにホイールズ2のタイトルで同時にライセンスされた。 同ゲームは対等で、現在も保管されており、レトロゲームの展示イベントやゲームセンターでレトロゲームの設置を行う場合、貸し出されることがある。1976年4月リリース。ハンドルが左右2本存在し、2人で同時プレイが可能。1977年12月リリース。このバージョンは、 同シリーズの一つの完成型ともいえ、インベーダーブームの頃には、対等のゲームが稼働するゲームセンターにおいて、インベーダーの脇を固める作品としてその姿がよく見られた。1978年6月リリース。TT とはテーブルタイプの略称で、ブロック崩し発売の際に、台東が開発してヒットさせたテーブル筐体のバージョン名、ブランド名である。 その名の通りテーブル筐体にレースゲームが組み込まれ、レバーのような小さなハンドルで操作する。1979年11月にセガエンタープライズよりリリース。対等のゲームではないが、以下に説明する通り、スピードレースシリーズとの関係が深いため、ここでは共通点、相違点のみ、簡単に説明する。基本操作、カラーリング2000点以上でゲームオーバー時に、 ファンファーレが鳴るなどのフィーチャーに、スーパースピードレースからの強い影響が見られ、この他に、モナコ GP 独自のフィーチャーも多数追加された。筐体やフィーチャー全体のデザイン傾向として、対等側は安定感があるが、セガ側はケレン味が強い。1979年12月リリース。その、モナコ GP で新たに追加されたフィーチャーが、さらに対等に逆輸入されたもの。 逆輸入された点は以下の通り CL5 に逆輸入されなかった要素としては砂利道などが挙げられるこの他に筐体のデザインとカラーリングにこれまでのシリーズでは黒中心だったが緑色が加わった1981年6月リリース CPU を採用し霧、雷、予選システムなどが新規追加されたシリーズ集大成とも言える作品 だがこの後1982年9月にナムコがポールポジションをリリースしたことで対等とセガのツーリレースゲーム競争にも終止符が打たれレースゲームは 3D 視点へと移行して行った1985年6月リリース燃焼向けのユーザーを狙ってコクピット型筐体は小型化され大人ではやや入りにくくなっている信号による 制限速度というフィーチャーが追加され、守れなかった場合は、婦人警官が笛を鳴らして、減点となる。1998年5月29日発売。任天堂 t e n 64用ソフト。販売を台東が担当。発売元は、タイタスジャパン。ありがとうございます。